地塗られた墓標は、1960年制作の、イタリアのホラー映画、ニコライ・ゴーゴリの短編小説、B をもとに映画化した。マリオ・バーバの監督デビュー作で、主演バーバラ・スティールの出世作。1989年には、マリオの息子ランベルト・バーバによってリメイクされた。デモンズ57世紀。バルカン地方の亡国の王女アーサーは、魔術を行った角で処刑されたが、 その際に、実刑の王をはじめとする一族に、英語の呪いをかけてやるという恐ろしい言葉を残した。それから約200年後、医師のクルバヤンとその女子ゴロベックは、医学会に出席するため馬車で、モスクワに向かっていたが、道中で車輪が外れるアクシデントに見舞われ、立ち往生する。修理を待っていた二人は、何やら狼の鳴き声のような音に誘われて、その奥にある、 古びた館の中へ入っていく。二人はそこで石棺を発見、中を見ると生きているかのような美しい美女が横たわっている。その時、突然大きな川堀が飛び出してきた。驚いた車ンは思わずピストルを発砲。その拍子に、棺の上の十字架が倒れて、棺の覗き窓が割れ、車屋は手を負傷。その血が、棺の中の美女の唇に滴り落ちる。 その瞬間、棺の中の美女が蘇った。その美女こそ二百年前に処刑されたアーサであった。急いで逃げようとした二人は、屋敷の入り口でアーサに、そっくりの美女と出会う。彼女はアーサのひ孫でカティアと名乗る。アーサの資料はカティアになりすまし、自分を処刑させた一族に次々と復讐していく。ゴロベックはカティアをアーサの魔ュから助け出そうと立ち向かう。 ありがとうございます。